はい、というわけで、リベンジゲマ戦というわけで、コドランを、抜いてサイモンを入れてきました。で、使える種も全部使いました。で、軽く説明すると、サイモンは、武器は持たずに完璧な盾役です。神秘の鎧の自動回復がメインの盾。あと、オーバードルパペックはほぼ変わらずかな。で、オーバードルに天空の剣を持たせました。魔法カンターを消して、相手が魔法カンターをする。つまり相手の攻撃頻度を減らすための動きですね。あとは変わらないかな、アイテムは。うん。で、強さが、サイモンに命の木の実を、6個使いました。で、HP を96にしました。これで防御している時に、メラゾーマと激しい炎を確定で耐えることができます。オーバードルに、守りの種を全部使いました。で、守備力はちょっと低かったので、妖精の剣を積んでもかなりダメージを食らってしまうオーバードルだったので、妖精の剣で、プラスされる守備力を上げるためにも、守りの種を全部オーバードルに使いました。で、力の種は全部パペックに使いました。パペックは基本的に殴ることになるので。で、あとは、命の木の実を2つかな。これはサイモンに振った余りを適当にパペックに入れました。パペックが一番受けるダメージが、少ないモンスターなので、まああまり回復の手間がかからないようにってためで少しでも HP を伸ばしました。あと素早さの種をミサイルに全部使って、星降る腕込みで134までなりましたね。これでまあ上は8割9割方取れるんじゃないかなと思います。よし、やりますかリベンジ。時間はかかるかもしれないけど、ピエール抜いても勝てるんだぞってことを。証明していきたい。基本的に、戦法はあれですね。まあ、はじめは、森林が出てもしょうがないから、前で壁役がいる間に、一人ずつ妖精の剣をしっかり積んでいくっていうのは動きになりますね。よし、やっていきましょう。防御2枚でいいかな、はじめは。防御2枚、妖精の剣、妖精の剣で。はい。かなり運がいい。チョコレートパペックはもう、一回積めば300ちょっとかな。これで、パペックがもう基本的に死ななくなったので、パペックを一番前にしていく、これ一回。ここで積んでいく。サイモンも余裕があったら一回か二回妖精の剣積んどきたいですね。まあでも一人ずつだな、まずは。一人ずつ固め切ろう。祝福。皆様何来る？ベルステルか。あぶねー。今多分かなり低めのダメージ引いたな。結構2回積んだ。オバドルの妖精の剣狙っていきますか、次。ミステルにメラゾーマ来るのはちょっとな、あんまり許容したくないんだよな。よし、ラッキーラッキー。これパーフェクトが固め切ったと。ファイト入れて、迷うな。サイモンが1回か2回妖精の剣積んだらもう一番前で一生防御でいいんだけど、いやー狙うか、怖いけど。ここオーバードルが防御で、そうやって一番前にした方がいいな。これでオーバードル防御で、ファイト自分、サイモンの妖精の剣。ミステルが、祝福を、誰に使う気だ。いや、ここ、積むか。ミステルも。うん。誰に来る？バトルに来た。落ち、耐えた。いいよ、判断、いいよ。サイモンが妖精の剣一回積んだんで、これでもう、1ターンで絶対サイモンがフル HP から飛ばされることはないので、オバドルが妖精の剣今1回、サイモンも1回、パペック3回、ミステル2回か。サイモン防御、攻撃、妖精の剣で、祝福をオバドルにします。受け取った。誰くれ、ミステル以外。オッケー、偉い。よし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 、準備できてきたよ。これで、3回。いやでもミステルはここでメラゾーマで倒れる方が怖くなってくるな。ここミステルに天空盾貼っちゃいますか。うん。敵が魔法カンターしてきた。
サイモンがそう、この役割ができる。えらい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 。これがサイモンの仕事。天空盾発動。配列変更とかもね、ちゃんと使っていきたい。ここはちょっと二人削れてる状況は怖いから、オバトル防御、攻撃で祝福をオバトルに。余裕ができるまで粘ってこう。オッケー、これ耐えるのが本当に偉い。フル HP から。これがサイモンの役割。もっと妖精の剣、積んでいきたいですね。チャンス作って。防御、攻撃、防御、祝福を、サイモンで。早い。危な！怖いな、結構。運がいいぞ。運も味方している、今んとこ。ここ、サイモンで妖精の剣積んじゃうべきだろ、もう一回。オバトル防御、攻撃、こう、妖精2回目積みます。で、祝福を。上取ってほしい、見せてる、ここ。えらい。ポジションは結構緩め。アペックが一番余裕あるな。オバドルももう一回積み切りたいな、要する剣。防御、攻撃、妖精の剣。ここ世界中の雫切れないんだな。全員削れてるから。ここ切っちゃいますか。うん。わかんた。全員回復。オッケー、これオバドルも積み切った。で、サイモンはもう一生防御でいいですね。一番前で壁張ってもらおう。で、天空の剣。天空の剣でいいな。相手も保管としてきたから。うん。あとは敵の攻撃の手を緩めつつ、アペックとたまにオーバードルで削っていこう。ミステルは魔法カンタ張ってる限り絶対ミステルにメラゾーマが飛んでくることはないので、一番後ろに配置しておいて、その打撃が重なるとかしない限りは倒れないと思うので、よっぽど運が悪くなければ祝福使って、あ、間違えた。サイモン攻撃しちゃったね、今。誤爆しましたね。防御。と言ってもなぁ。ちゃんと下げて、下げていた方がいいな。ミステルが 100% 上を取れるわけではないので、ちゃんとこういう風に、ちょっと削れたキャラをちゃんと3番目に置くようにして動いていった方がいいな。祝福。まあ、オバドル29ダメージ。オバドルが強いね。めちゃめちゃ恵まれた装備をしているわけじゃないのに、ちゃんと耐久ライン持っててくれるのは本当に偉い。ここオバドル防御で天空盾張り直しますか。防御すればオバドルは倒れないんで、このターン。はい、激しい炎プラスメラゾーマとか来ると、均等に削れちゃうな。こうなると結構辛い。サイモンにね、攻撃が行ってくれればいいんですけど、ここ全員防御かな、正直。動かしたモンスターから死んじゃいそうだから、激しい炎来ないこと祈るしかないかな。一番倒れていいモンスター誰だ。ミステルかな。難しいなぁ。お。祝福は使わないといけない、絶対。オバドルに使います。もう簡単で止まって。止まんないか。ミステル倒れますよね、これ。耐えた！偉い！めっちゃ運いい。お、上取ってもう一回自分に祝福入れられるか。入れた、偉い。サイモンに物理、これが本当に美味しい。サイモンに単体攻撃バンバンしてくれれば、めちゃめちゃ優しいぞ。殴ってってもいいけど、防御、攻撃、いや、さ、こうだな。ミステルがやっぱ
辛いな。激しい炎が結構辛いですね。でも結構安定して動けてはいるはず、今のところ。やっぱ妖精の剣3回積んだと言っても、オバドルは物理食らうと結構しんどいな。ブレス耐性も高いわけじゃないかな、オバドル。攻撃、防御で。祝福自分かな？激しい炎来たら。オバドルだな。ミステルが倒れてもまだなんとかなる。誰行く？キョ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 。タイモンメラゾーマ、美味しい。防御、攻撃、攻撃、祝福自分。ここでメラゾーマ見せてきたらきついけど。うわ、それも飛ぶか。やべ。うわー、サイモン飛ぶと思ってなかったな。でもゲマの魔法カンタも切れたから、結構緩くなる可能性高い。いや、オバドルちゃんと敵の魔法カンタ見て、天空の剣優先した方がいいな。どう動くべきだ？オバドル先取りして壁にしますか？メラゾーマとか期待して。防御、葉っぱ。葉っぱサイモン、祝福を自分に。誰？偉い。まあ、ぬるい方でしょ。サイモンでまた、妖精の剣を積んでいかないといけないんだけれども。余裕出てからいいな。しばらくサイモンには普通に防御してもらおう。結局、妖精の剣積まずにサイモンが死んじゃったら、その葉っぱ1枚でリカバリーが効くので、妖精の剣をやっぱ積んでから倒れると、かなり時間がもったいないからな。それよりは。きついなぁ。前二人防御。攻撃で祝福自分に。ミステルが天空の盾張る余裕がないな。張らないと怖いんだけど、正直。だね。27。あ、27？なんか、やっぱ死んだ時妖精の剣の効果切れないよな、5。なんなんだろうな、これ。あ、残ってますね。よくわかんないけど。素の守備力で防御したら、多分もっと60ぐらい食らうはずなんで、なんか妖精の剣残ってる。ラッキー。使用なんかな？バグなんかな？まあ、言うて、って状況だな。防御、防御、攻撃、で、天空盾。うん。誰もまだ倒れないはず。危ねえ。やって魔法カンタ貼ったの見た。オバドルは天空の剣使いたいですね。防御、攻撃、天空の剣、祝福をパブリック。はい。これを耐えるのが偉い。防御、攻撃、オバドルも殴りたいけど37はちょっと不安だな。防御防御、攻撃、祝福サイモンで撃ちます。自分。オバドルが怖い。誰？オッケー。綱渡りすぎるな。アペックが余裕あるか、こうなると。攻撃、防御、防御、祝福、オバドルかな。ミステルは倒れても仕方がない。うん。いや、いい。緩めで頼む。オッケー。サイモンがフル HP になった、これで。神秘の鎧も偉いな。サイモン防御、パペックは攻撃。ゲーマ魔法カンって貼り直してないよな、まだ。貼り直してないよな。こう攻撃したいけど防御でミステルの HP を誘拐しよう。ちょっと安全に行こう。安全に。よし、偉い。メラゾーマを10ダメージ以下に抑えられるオーバードルク、本当に偉い。パペックがちょっと今度怖いか。
うん、でも作戦としては悪くないな、やっぱ。壁2枚とアタッカー1枚、サポーター1枚、ヒーラー1枚みたいな。動きは悪くない。ケマの魔法カンタ。なるほど。で、ミステルの魔法カンタが切れたね、今。防御攻撃、天空の剣、祝福優先で。ほい。オバドルも要素の剣3積みしてやっぱ。くらむなぁ。痛いなぁ。防御、攻撃、防御、祝福。天空の盾張りたいんですけど、何回か言ってるけど、結局、メラゾーマがミストに飛んでくる確率はかなり低いので、多少甘えていきたい。ミステリー以外。ここサイモン下げます。攻撃。天空通じ使ったっけ？忘れるなぁ。ちょっとね、頭で処理しないといけない情報が多くて。こっからやっぱ、サイモンミステルあたりが死んでもまだ切り返せるけど、パペックとか、オバドルが倒れるほど回らなくなると、ちょっと、やばいんだよな。ゆっくり行こう。攻撃。殴ってもいい気がするな。余裕あるし、ここ。うん。天空盾でいいはず。しかも、オバドルがちょっと怖いか。ゲー、偉い。アペックは全部耐える。アペックがめちゃめちゃ硬い。素の身の守りが高いからめちゃめちゃ優秀ですね、アペックくん。激しい炎がやっぱオバドルとミステルが大幅に削られるから、それはきついな。しっかり硬い。サイモン前に出します。防御、攻撃、攻撃、祝福をアペック。うん。あ、カンタ張った。ちょっと確認した。よしよし、甘えなければ勝てそうじゃないか、これかなり。あ、パペック一回防御させたいな。防御、防御、天空の剣で魔法カンタ消す、祝福でパペックをしっかり。パペックこのターン防御するんだったら絶対倒れないよね。じゃあ自分に打った方がいい。うん。誰も死なないように、誰も死なないように、ここ。さあ、辛いぞ。この状況、かなり切り返しにくい。オバドルから回復。前二人防御でいいかな。うん。ここのターンの攻撃が苛烈だと、ちょっとしんどいですね。防御。祝福は入った。オッケー、緩めだったな、助かる。オバドルで殴るか。いや、そうやったら、オバドルを盾にして、パペックで殴って、祝福をパペックに投がいい。うん。あ、わかんだ、そうそう、綺麗に見せてる。うん。サイモンがフル HP だったか。オッケー。サイモン防御、攻撃、オバドル防御、ミステルが、祝福を自分に打ちます。タイム 27? 低確率引いたか。まあ、これは仕方ないな。どうせ回復は回らないし。タイムは防御。アペックが余裕あるんで葉っぱ使って、オーバードルは防御。魔法カンタとかで緩めになってくれ。一回。誰？耐えた。サイモンな、少しでもメラとか炎に耐性あったらもっと楽だったんだけどな、無耐性だからな、サイモン。ミステルはやっぱ妖精の剣使わずに動いた方が良さそうだな。結局ミステルが倒れるぐらい打撃が散るんだったら、アペックがほぼフル HP で残ってるはずだから、パペックが世界中の葉っぱを使えばなんとかなるっていう。ちょっと多分めちゃめちゃ長い戦いになるけど、なんとかピエール抜いて勝ちたい。完全自分の
エゴというか、わがままプレイなんですけれども。魔法カウンターしてないな、ゲマ。してないはず。防御。パペックに祝福打った方がいい、このターンは。オバドルで殴ってもいいけどな、ここ余裕あるし。押してか。攻撃、攻撃、祝福。うん。あれ？でももう、半分近くは削ってるんじゃないかな。結構、隙間隙間殴ってるぞ。あとはほんと誤爆注意だな。ここの逃げるとか押しちゃったらもう、1ターン丸々無駄にしちゃうからな。防御防御で祝福をモドルに打ちます。パペック E6、オッケー！一番安いの来ましたね。防御。ここ天空盾張りたいから、オバトルも防御にしますか。よし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 。かなり安定感増してきた。攻撃。防御防御。いや、言うてかなり余裕あるか、このターン、実は。オバドルに殴らせてもいい気もする。うん、殴っちゃうか。ミステルやることないなぁ。サイモンに祝福打ってもいいぐらいだなぁ、やることないから。これで、この動きをすれば、いいか。一番低下これで。祝福入ればサイモンも絶対全部耐える。オバドルがちょっと打撃来たら怖いけど。さすがにね。うん。危ねぇ。完全フラグ立ててたな、今。完全オバドル君倒れる流れだった。配列変更重要だからな、少しでも。受けるダメージをね、選ばせないと。実際ミステルなんてもう、打撃が来たら即終了だからな、動き。で、このターンかなりきついので、一回しっかり回復したい。パペックが防御すれば絶対生き残れるよな、このターン。HP パペックも20ぐらいあれば、防御すれば絶対生きれるっていう、偉いんだよな。魔法カウンター。オッケー、優しいの来た。ハイモン防御。殴ってっていい気はする、パペックは。攻撃防御、祝福パペック。一回パペック回復しちゃいますか。そろそろミステル君も、天空盾張り直したいとこ。天空の剣で解除を、祝福オバドル。はい。タイム以外。メラゾーマ2連は、まあ、仕方ないな。どうあがいても無理ですね。パペックでもなんなら倒れるからな、それ。あ、メラゾーマ2連か。強いな、それは。まあ、切り返しは効きますね、まだ。インクの剣は打ててる。バトル防御の方いいな。削られるより。天空盾を延長します。ミステリー以外。うわ、きつくなってきたぞ。今防御して47食らったか。じゃあ今妖精の剣の効果切れてるよな。なんか妖精の剣の仕様がわからないな。ちょっと整えますか、一回。ちょっと結構ピンチ。パペックに余裕あるうちに髪になってもらおう。メラゾーマ2連は来ないものと仮定しておき。わかった。ほんと優しい。サイモンがフル HP になった。確認がてら妖精積みたいな一回、サイモンで。攻撃。
殴るか。殴っていい気がする、ここは。確認の要請の件。で、魔法カウンターあります。誰、サイム以外。緩め。オッケー、緩めきた。あ、でも、プラス38だったら要請の件の効果残ってなるな。ダメージの幅がいまいちわかんないな。なんで47も食らったんだろう、今。その、シビルクアップ、スカラの効果って5は 40% アップ、40% アップ、20% アップの順番ですよ、シビルクが。4割、4割、2割で増えて、合計で2倍になるっていうやつなんですけど、なんか、おかしいな、計算が。ミステルがギリ打撃一撃耐えれるのがな、偉いんだよな。ここパピックシールドでいきます。おばあ、ゲームマホカウント貼ったっけ？貼った気がするな。ていうことで言うと。いろいろ忘れちゃうな。なんか。マホカンタが残っていたけど、今切れたな。で、切れてからオーバードルの天空の剣が刺さったな、今。なるほど。ポケモンボール。攻撃。攻撃。祝福。レック6ダメ。これ全員耐える。ウィー。120削った。延長で。45、42。はい、はい。ここはパペック防御させれば、まあ安全と。あ、待って、ミスった。オバドルも防御だった、今のターン。ミスった、いろいろ。やばい。めちゃめちゃ今、押しミスした。防御、防御、祝福。このターン結構やばいな、正直。正直やばい。いろいろミスってる。ミスラー倒れたか。やばいなぁ。あと2枚か。完全に今俺押しミスしましたね。オバドルなんで攻撃しちゃったんだ今。攻撃するしかないなぁ。な、オッケー、偉い。耐えていく。ピンクの剣で。祝福オバドル。バドル以外。おっきい、危ねえ。押し倒した。まあ一応ね、完全、僕の自己満なんですけども、じゃあピエール縛ってでも勝てるよっていう、VS 出ませんでした。次回は、ドラクエ5、普通に遊んだ皆様のトラウマになっていると思われるブオーンを倒していこうと思います。いや、それでは長々と30分近い動画になっていると思うんですけども、まあ、今回はね、自己満だけど、ピエール・シバテ・ゲーマーを倒したかったっていう回でした。それでは、ここまで見てくれた皆さんありがとうございました。失礼します。